ウォルター・バジョットウォルター・バジョットは、イギリスのジャーナリスト、評論家、経済学者、思想家。1826年に、サマセット州、ラングポートで、銀行家の一人息子として誕生した。ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンに進学して、数学を専攻した。25歳の時、パリへの旅行中、ルイ・ナポレオンのクーデターを目撃した。この体験が契機となり、 エドマンド・バークの保守主義の政治思想に傾倒した。評論家としては、政治、経済、社会、文芸、歴史、人物と幅広い分野を対象とした。また、イギリス憲政論は、君主制擁護論として、バークのフランス革命の政策に次ぐ政治学の古典となっている。35歳から51歳で死去するまでの期間、エコノミストが身の編集長を務めた。 庶民院に立候補して大敗を喫したものの、ビクトリア朝の重要な政治経済評論家として、英国金融界に大きな影響力を持っていたため、第二の財務大臣と評された。また1866年教皇に際しては、中央銀行の意義は、貨幣の価値を維持せしめることであり、貸し,しぶれば膨大な取り付け騒ぎが起こりうると提言した結果、イングランド銀行に、 その意見が入れられて強行収束に一役買っている。この経験を生かして、1873年の著書、ロンバート街金融市場の解説においては、中央銀行の最後の貸し手機能の重要性を以下のように解説している。我々の銀行制度の核にある奇妙な特徴は、人間同士の稀に見る強い信用である。何らかの要因で、 その信用が弱まっている時には小さな出来事が制度を揺るがす大事件となりその大事件は制度全体を破壊することもある金融機関に対して無制限に融資を行う必要がある適切な担保があれば商人にも中小銀行にもあの人にもこの人にも貸し出さなければならない1877年に生まれ故郷のラングポートにて死去した 風が原因であったという。1858年にエリザベス・ウィルソン。1832、1921、ジェームズ・ウィルソンの娘。エコノミスト紙創設者と結婚した。大変仲睦つまじかったというが、夫妻に子はなかった。バジョットの死後、1933年に夫妻のラブレターが取りまとめられて、出版された。名著、ロンバートガイ。 金融市場の開設戦8 6 6年、強行は大手決済銀行オーバーレンドガーニーの取付騒ぎに橋を発したもので、その流れは全国に波及。一時はロンドン中の銀行のうち半分が潰れると噂された。実際は隠し投資事業の停止や失業率の増大を招いた。ただし、バジョットの最後の貸し理論は当時の世論や金融界からは、 避難を浴びており、例えば、イングランド銀行理事であるトムソン・ハンキーは、この国の金融界にもたらされた最も有害な原理である、イングランド銀行が豊満な銀行の求めに応じて、いつでも資金を供給する役割を負うなどといった考えは、間違っている。と言って、彼を批判したことからも、すぐに理論が受け入れられたわけでないことが理解できよう。ありがとうございます。